ということで、問題は解決しました。正直に言うと、何の話か全然わからないわ。いいわ、深入りはしないでおく。ふざけないの。何を企んでるか知らないけど、始末書のことも忘れないように。いいわね、キャロル。ねえ、調査してもらった件の結果は出たかしら。ここは、あの、アテン魔女の位置やんか。見たことない？神アニメ魔剣神拳アラハトの敵キャラの城やで。いいえ、キャロル、それを見たことがあるのはおそらくあなただけよ。するときにあれを見て、まさにアテン魔女やんって思ったんやもん。ちゅうことで、名前はこれで決定。名前は重要ではないわ。重要なのは、あの大橋がそれの真下にあることよ。今回はそううまくいかないって私の勘が言っているわ。せやけど、いかんとあかんのやろ。ええ、準備して出発するわよ。ジョイス君、ちょっと出かけてくるわ。うまくいけばお父さんを連れて戻ってこられるから。はい、ありがとうございます、名おばさん。僕、勝手に外に出たりしませんから。お兄さんもお姉さんも
気をつけてください。ベルトさん、助かりました。ありがとうございます。星って技すごかった。こんな近くで律者の戦いを見たの初めてや。いや、そんな大層なことはしてないさ。君たちに礼を言われると少し恥ずかしいな。ところで君たちがここにいるのは、俺を探すようにと天命から依頼を受けたからかな。男の子を見ていないか。10歳くらいの紫色の髪で。安心してください。お子さんはもう見つかりました。無事ですよ。そうだったのか、ジョイスが。それならいい。ずっと礼を言われていたが、礼を言うべきなのは俺の方だよ。それと君たちには謝らなければならない。迷惑をかけてすまなかった。そんな、こっちは喜んで任務に参加したんやから。ベルトさん、あなたを無事に本部へと送り届けることを司教様は望んでおられます。少し休憩した後、一旦作戦基地に戻り、あなたとジョイス君をセントフォンテーヌから脱出させます。調べなきゃいけないことがたくさんあるわね。衛星映像が全て嘘なら、
今私たちが持っている資料の信憑性はかなり低くなる。まずは地図の信憑性を確認し、それから探索を開始して、ここから出る方法も探さないと。あと市民たちの状況も把握しないといけないわ。生きている人はいないのか、全員どこに行ってしまったのか、大規模な殺戮または避難をした形跡はないか。それと空に浮遊しているものの正体、セントフォンテーヌに隠れた敵とその目的。そして一番大事なこと、私たちの任務の核心でもあるベルトさんの行方と彼の身に一体何があったのかを調べること。今把握できている情報があまりにも少なすぎて、どんな手がかりも重要になってきそうね。行動を開始しましょう。あら、ちょうどよかった。一緒に考えてほしいことがあって。今回の任務の資料は読んだわよね。私が前に言った疑問についてあなたの考えを聞きたいの。そう、では手がかりを整理しましょう。大崩壊が終わった後、ベルトさんは前線から退き、ネゲントロピーの配下にあった ET スタジオに入社したわ。ET スタジオの主な業務は、気候をテーマにしたアニメやゲームの制作。ネゲントロピーと天命が合併した後、独立法人となり、今や天命と崩壊とは何の関わりもないわ。この会社は1ヶ月前にセントフォンテーヌからベルト・ヨーさん指名のビジネス招待を受けた。ベルトさんは2週間前に出発し、セントフォンテーヌに到着した後、消息が途絶えたわ。ベルトさんの失踪に最初に気づいたのはテスラ博士で、彼女とアインシュタイン博士がこの件を調査するように主教様に依頼したの。私たちはそのためにここまで来た。うん、ここまでの内容に質問はないかしら。セントフォンテーヌは
最初からベルトさんを狙っていたということね。ベルトさんの今の肩書きに特殊なところはなく、黒幕はおそらく彼の昔の肩書き、ネゲントロピー元名手、もしくは断りの律者を狙っていたのではないかしら。私が装置を操作していた時、主教様といろいろ話したようね。何を話してたの？恥ずかしいわ。あなたも顔色一つ変えずに言うなんて。天然って怖いわね。信じられないわ。私はもうおばさんと呼ばれる年齢になったのかしら。姫子先生の気持ちが少し分かった気がする。嘘は良くないわ。でも意外と褒め上手だったなんて知らなかったわ。最初はお腹が空いたら食べられそうなものを食べていました。めまいがするほどお腹が空いた時は手に焼きたてのパンを持っている幻覚まで見ましたね。その後城にいた人がみんないなくなったことに気づいて、勇気を出して人気のない住宅に忍び込んで食べ物を探しました。針金で鍵を開ける方法が本に書いてあったんですが、試したら本当に開けることができました。水の調達は簡単です。城内に川があったので喉が渇いたら川の水を飲んでいました。そうだ、おとといスーパーを見つけて。
ったら手のかかる子ね。実はちょっと気がかりなことがあるんだけれど、あの子崩壊エネルギー通信機のことを忘れてネットワークで連絡しようとしてないわよね。そうよね。それにもしあの子が本当に忘れていたとしても、ネットワークがセントフォンテーヌで使えないと気づけば崩壊エネルギーに切り替えるはずよ。さ、余計なことは考えないで早く彼女を迎えに行きましょう。詳しい理由は僕もよくわかりません。ただ今回の旅は出張だとお父さんとお母さんが言っていました。お母さんも一緒に来たかったみたいですけど、結局来られなかったんです。多分仕事だと思います。もしくは酔っ払っていたとか。うん、酔っ払ったお母さんはいつもと全然違うからあまり好きじゃないんです。昔お母さんの機嫌が悪い時期があって、その時はほぼ毎日お酒を飲んでいました。けど最近はそんなに飲まなくなったんです。多分機嫌が良くなったからだと思います。お母さんに会いたいな。ありがとうございます。でも名誉おばさんが貸してくれました。実はね、お母さんは僕が学校の寮にいるって思っていたようで、お父さんとここに来ることを知らなかったみたいです。だから僕から連絡が来た時、少し驚いたようなあっけに取られた表情をしていました。それを見て少し胸が痛くなりました。武器は使いこなせてる？ん？それならいいわ。その件は天明の科学研究部が
あなたの体質をもとに特別に作ったものよ。男性の持ち主が女性に劣らない力を発揮できるよう、剣身にはある特殊なものが埋め込まれているわ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。問題は、これは科学研究部の初の試みで、この試作型には潜在的な危険性があるかどうかが未知って点よ。この武器にリスクがあるのなら、軽率に使わない方がいいって反対したわ。でも向こうがあなたの意見を聞きたいって言うから。でも選択する権利は常にあなたにあるわ。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。天命が開発した抗ゾンビ化薬剤にも限度がある。一度崩壊エネルギーの侵食を完全に許せば、普通の人間に戻る方法はない。あなたのことを期待しているの。こうして一緒に戦えるのはあなたの努力の結果だし、私はとても光栄に思っているわ。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。私が言いたかったことは以上よ。分かった？ねえ、今回の任務は一週間以内に終わらないかもしれないわ。学校に影響するかしら。ええ、あなたは賢い男の子だと思っているわ。たまに予想外のことも言うけどね。人は見かけで判断できないものよね。
話題を変えようとしているの？そうはさせないわ。今はあなたの話をしているんだから。知り合ったばかりの頃、あなたは真面目でクールで、女の子を見るとすぐ顔を赤くして、テストはいつも優しか取らない優等生だと思ってたけど、今となっては、この話はおしまい。長い間ついてもらっているけど、まだあなたのことを完全に理解したわけではなさそうね。人は自分のよくわからないことに対して軽々しくコメントをしてはいけない。そうでしょ。休みましょう。きっとあなたも疲れているはずよ。このセントフォンテーヌの旅行ガイドは列車で何回も読みました。面白くはないけど新鮮ですよ。ここに書いてある場所に興味があるんです。サード寮は定番の名所で、幸運校はもうないみたいですが、遺跡はまた別の趣があります。それから旧モルクの老舗も。この状況だと行けそうにないですね。もともと父さんとホテルファンフックに泊まる予定でした。僕はこっそり中で数日泊まりましたけどね。少しだけ、少しだけですよ。こんなことになっておそらく行けないですし、行っても遊ぶ気分にならないと思います。ありがとうお兄さん。この本は大事にします。
Thank you.
Thank you.